綺麗もんちゃう。皆さんこんにちは。もうやったよそれ。ヤマメルちゃんとたこ焼きくんとミミちゃんとチューリくんとチューリくんおサウルと、あ違う、シドクマリ。カイちゃんが自分で少なめにする。お寿司屋さんのみたい。ね、お寿司屋さんみたいじゃない。これ美味しそう。よいしょ。はい、どうぞ。ちょっと待って、うん、このぐらいにしとこいっちよ最初。うん、ボデたち。もうまず線でいいって言ったっ、ね、うん、僕もいる。うん、食べやすい。はい、ポンちゃんと同じぐらい、ね、あとステーキはここら辺に少なめにしとこっか。いいね。これ食べてくださいね。これで全部。ここ。はい、タレいる人。あ、白ご飯いるわ。タレは？タレ？これ。もういらん。もういらん。もんちゃんは？いらん。いらん。あ、詰まるけ口が。少なめの。ちゃんの噛んで食べとる？噛んで食べ。これお刺身美味しそうじゃねえ。ねえ、それが一番綺麗だったよね。ねえ、これが一番綺麗だった。これ一番綺麗なものをね、買ったん。そうよ。え、これ食べれんの？黄色い花みたいな。黄色い花は、花は食べれんか。え、この黄色い、これはそれ食べれん。これは食べれんやつ。なんで飾りじゃけ。飾りか。飾りね。味が全然やっぱ違う。うん、なんかお刺身醤油の方が味が濃くって。うん、そうだね。お寿司の醤油はまあ味が薄いとも言えんけど、うん、ちょっと味が薄くて。そっか、じゃあ違いが分かるってことだよね。うん、同じ分で食べたら違いがね。すごいすごい。じゃあ父ちゃん最初何食べるでしょうか。うん、イカかな。あ、父ちゃんが好きなものから食べようかな。わかった。何これ。正解。父ちゃんはね、最後のお楽しみに残しとった方がいい。ご飯、あ、じゃあ私お楽しみで残しとった。ちょっと待ってよ、白いご飯。7までで白いご飯もう5杯目ぐらいだけど。うん、父ちゃん、じゃあね、うん、これ大晦日最後のおビールです。いつも好きなやつの違うバージョン。大丈夫？ななちゃん、こんにちは。ぼくちゃんです。じゃまめるちゃんとたこやきくんとおさるとみみちゃんとしろくまとしろくまです。おさるって父ちゃんってこと？うん。父ちゃんおさるか。そうか。あ、もこもこのね、フリースがね。あ、これがおさるみたいってこと？うん。そうか。スーマン。はい、ありがとう。これどんどん食べてもらおう。なんか多分肉残る気がする、これ。もう、みんな、子供たち誰も食べてくれる。あ、そうな。え、あの、ちょっとお願いしたいことがあるんですけど。あ、母ちゃんもごちそうさま、どいてくれ。どれか置いとく？あ、いや、ご飯をついでほしくて。ああ。母ちゃん。あ、お、寝ごっこしよう。ご飯食べさせてよ。じゃあ今日一緒に寝れるよ。音に当て。ああ、見て見て見て。なんか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 見て見て。はい、僕もこう言ってください。やだ。
やだやだ。邪魔する。邪魔せんでいいね。邪魔する。父ちゃんたちご飯食べるからね。じゃあ倍なら。倍ならうんち。またすぐ来そうだね。もんちゃんはもんちゃん。ぬくぬくしよるよ。俺もぬくぬく。もう玄関のところ出ないじゃん。どんちんつ。もう。ご飯が上手に食べてる。隅っこの映画見るときまではまあどうせ子供向けっていうか、うん、かなって思ってるね。うん、大人が見てもなって思ったけど意外と見れたもんな。うん、いい映画だったよ。うん、最近準備しよう。来年はとんかつ主役でやってほしいな。とんかつ推しの人が少ないかもしれない。うん、でもちゃんととんかつの出番もあったもんね。うん、みんなね。でもやっぱ出番があるんだけ好きな人おるんじゃない。そのあなんていうの、キャラメルちゃんことトンカツ推しの人はあんまりおらんかもしれない。そうだね、うん、日本で一番かもしれない。そうだ、一番好きかもしれない。猫何あれ、威嚇しようかな。一緒に猫ちゃん、猫がおる、猫、ね、猫がね、父ちゃんの車の下におる。あ、いけんね。あのでもそろそろね、静かにせんにゃいけんかもしれんね。どっか行ってしまった。いや、無視だった、無視しとった。無視したんかね。どうしよう、父ちゃん無視されよったら泣くかもしれん、大晦日に。本当は大晦日って感じだよね。まあせんね。昔はすごいあれだったんだけど。うん、まだ5時35分じゃけ。え、そうなん。まだそういう時間じゃないかもね。あ、そうなん。まだそんな時間だった。そんな時間でした。うん、うん、映ってる。映ってるけど、どいてください。どいてください。夕焼けこれ、うん、夕焼けじゃねえよ。綺麗だね。ね、もっと近くがいい。ちょっと待って、誰だこれ、焚き火やったの。何？ん？何？なんかいろいろ入ってますけど、これちょっとかいちゃん、手をできるかと待ってね。そうか、入れていいですか。でもこれが最初ね、燃えるまで待っとこうや。燃えるまで、ほら満杯になったら、こちらに落ちてきたら怖いでしょう。でも上手に入れとるよ、みんな。あ、どれかいちゃんとこっちよ、えーと、すげー、二人がいつの間にか焚き火しよった。え、そうなん。あ、ほんまじゃん。あったかくしてくれよったんだ。今音聞いたかな。どんな音がしよる。ね、シュッてなってるでしょ。これは水がね、燃えよる音なんよ。でも水あ、ないぞ。最初ね、葉っぱとか拾ってきたでしょ。 あ、うん、あと木の枝とか、うん、あれが濡れとってから今水がね、なくなっていきよるんよ。てけ、濡れてないやつを燃やさんといけんから。でもそれしかなかったもん。そうだね、でも今燃えとるけど大丈夫。だってこの前雨降っとったもん。そうだね、よう知っとる。でけ、はあ、あそこの中にあるやつは濡れてないやつだから、濡れてないやつを燃やそうと思う。シューってやるね。なんか初めて出してが見える。ここにね、オレンジが見える。
舐めようのこれ。ちょっとずつね、押してからいい感じの形にして、ちょっと待ってね。今日ね、1月よ、次1月1日から行きますよ。3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, go! ファイド！え？マジ？めっちゃこじめついてる。これで。もうちょっと上やってくれる？ずるっとおっちゃん。そうそうそう。めっちゃずる。ずるい？ずるい。いや、写真撮れるじゃん。あ、そういうこと？ずるい。父ちゃん、これ帰っちゃう。食べていい？父ちゃん。止めたい。これ、誰から食べる？はい。はい。3人ともいるん？いる。じゃあ、順番に作っていってもいい？じゃあ、これ俺。大きい子から食べるようにしようか。ね、これ、これもんちゃんにしようか、じゃあ。順番に作ってあげるけ。これこれない。じゃあ俺それでいいよ。じゃあ僕でもいい。ありがとう。小さい子順からでいいよ。あ、ありがとう。はい、次かえちゃん。シュラカップがでも足りんのじゃない？ちょっと見てみよう。次かえちゃん。かえちゃん、おいしそうだね。そうだ、食べてごらん。さあおいしそうね。最高やろ。ココア好き？おいしかった？ココアチョコついたね、よかったね。じゃあ大きい順か小さい順。あ、さっきのお腹空いたっけ、小さい順にしよっか。いや、そういうわけじゃないけど、さっき食べさせてあげたいから。優しいね、もっちゃん。いや、別に優しくないよ。なんだ、怒るじゃん。ちょっとごめん。優しいよ。2個目いくよ。はい、2個目書いたんです。はい、じゃあこれ持っといてください。2個目書いたんですよ、2個目書いたん。最後か、もっちゃんです。いいですか？メーションもやめたっていいよ。入れます。食べれるだけ。ね、ココアをまず入れて。ココアをまず入れて。そしたら。あ、これ美味しそう。美味しいって言った？お湯を入れます。美味しい。お湯パンパンまで。パンパンまで入れます。そしたら。ゆっくりとかき混ぜましょう。よくかき混ぜましょう。よくかき混ぜてマシュマロをやります。熱くて美味しい。美味しい。熱くて美味しい？うん。いいですか、うん、そしたら、なんか飲みたくなっちゃった。今度はマシュマロを、ほい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 。それだけな。ほい、これぐらいでいい？うん、いい。さあ、そしたら、外へ出ます。ね、はい、はい。何だっけこれ。チョコレートシロップ。はい、これはパンケーキにかけてもアイスにかけても何にかけても美味しい。あ、でもその代わりご飯とか入ったらね、マジよいしょー。父ちゃんすごくない？よいしょー、すごくない？え、どれで混ざったんだっけ、うん、これ。じゃあカレーは、うん、これ食べていい？カレーまずい。いきます。どうだ、いただきます。いいよ、カレー食べて。どう？おいしい？ちょっとなんか飲みたい。え、だって僕ココア飲みよるじゃん。熱い熱い。ねえ、美味しい。ママ美味しかった。よかったね。美味しい。
マシュマロ。よかったね。美味しかったね。もうないなったね。マシュマロもうちょっと買ってくればよかったね。ねえ。こんなにみんな好きと思わなかった。あそこの売店もはやないじゃろ、じゃあ。一回聞いてみようか。マシュマロはあったけど、うん、やっとるんかどうか。かわいそうよ、マウルーロさん。手加減のマウルーロさんってかわいそうよ。じゃあ、お父さんの花火花になってどうなる？ああ、それは言わねえ。だって、今言ったら面白くないじゃん。じゃあ、明日借りに行く？でも、見れんかったらどうする？父ちゃん。にも？見れる見れる。見れる。パート1。パート1。じゃあ、明日借りに行く？うん、パート1はアニモじゃん。じゃあパート2はドリドリ。パート3はタコじゃない、うん、パート3タコないじゃろ。タコタコタコ。こんにちは、私ドリ。僕とミニーちゃんは明日の朝ごはんは何だっけ。スープとケーキ。スープとケーキね。よし、それラーメン。分かった、じゃあそれ食べてから朝ごはんしようね。それで温かい麺入る。それで、ね、超順のところへ行く。温かいやつ入るんよね。ぬくいやつしてから共有に。よし、わかったわかった。じゃあおやすみ。おやすみ。おしみ。父ちゃんの真似した。やられた。出たよ。これはね。もしかしたらわさびも食べれるようになったかもしれないね。あ、大根。父ちゃんと行くキャンプ場になんで彼女から見てくれる人がいっぱいおる。なんでかね。会いたいけ。いや、そういうことじゃないと思うけど、あの父ちゃんがこういうところがありますよって紹介してから、そしたら、あのいそこ行ってみようかなと思って行く人がおったりするでしょう。あ、うん、それがちょうど父ちゃんが行った時におったりとかするわけよ。へえ。父ちゃん一番好きなお店がに。父ちゃん一番好きなお店？うん、別にあのしょぼけないところでもいいよ。しょぼけないところで一番。しょぼけないってどういうこと？なんかしょぼいところが好きとか。あ、どこが一番、それも含めて。どのお店が一番好きか。父ちゃんはね、お酒が飲めるお寿司屋さんで、うん、屋台寿司ってのがあるんだけど、回転寿司、回転せんやつ、ちゃんと木の板に、ね、乗って出てくるの、そこが一番好き。そうだ。のんちゃんは、うんうん、食べ物のお店で一番好きなのはやっぱりラーメン屋さんで、あのそういうところでなんか普通のお店が好きなのがセリア。あ、セリアが一番好き。セリアなんでもあるし、そこでからもんちゃんやりたいのが、うん、あのめっちゃお金があるときよ、うん、1000円で好きなものを何個買えるかって言って、うん、そしたらセリアで1000円で好きなものを何個買えるか、何個買えるかってやってみたい。そう。ああ、そうか。でも金持ちじゃないと。でも買うときいっぱい選ぶじゃろ、ちゃんと。ああ、ねえ、あ、でも1000円だったら考えるかな。ああ、1000円だったら考える。でもバーコード読めんじゃん。ん、どういうこと。バーコードってあのなんか何円のところの。あ、何円かってこと。うん、セリアは全部ね110円なんよ。110円。全部のものが110円なんよ。え、ほんま？マジ？そうよ。あの手袋も？そうよ。あのフライパンも？あ、フライパン売ってなかったじゃろ。それダイソーじゃろ。あ、そっか。セリアは全部？全部110円。え、じゃあすぐ1000円になるじゃん。そうじゃね。すぐ1000円になるじゃん。知らんかったそれ。知らんかった。110円。何個買えるかなってやってみたかったよね。そう。お金があるときじゃなくてできんね、それは。でも1000円あるじゃん。じゃあもんちゃんの髪のお金貸してあげるけど、そっちゃん、お年玉でなんかしたら。うん、知らない。
もらえるかも。あ、ウメトラキャンパーさん、どうもこんばんは。ツイッターではね、お世話になってますけど、ね、こんばんは。はい、宮崎さん、どうもこんばんは。今年年越しキャンプしたかったけど、昨日まで仕事だったのでできなかったです。ああ、まだね、仕事の人もいらっしゃいますからね。今年最後のご飯かな。これぬくめとこうね。ねえ。よし、じゃあ。こっちはもんちゃんにしたらいいかなと思って。あ、そうじゃね。そっちね、ちょっとね、ココアが取れんかったんや。ああ。じゃあ俺これで。いただきます。どうぞ。これで行ってしまった。まあいいか。うん。美味しかった？なんかいつものよりも美味しい。うん。なんかね、特別な日に食べる気が。外で食べる気が。ねえ。いただきます。いやー、美味しい。美味しいね。そばおじやが美味しそうなの。うん。うわ、そばが入ってしまう。おまけがついとる。ねえ、おまけつき。原油ってなんやろ。水だけ。水が入ってるの。ああ、いいね。水風呂じゃん。ほんちゃん、ここがいい。え、そうそうそう、水風呂。うん、初めて湯風呂。ねえ、いいね。入っていい。あ、めくらんとけ。足をめくって。あ、そっか、そっか。一緒に入ってよ。あ、どうぞ。気持ちいい。気持ちいいね。気持ちいいね。すいません、フライドポテトを1個ください。280円です。はい、じゃあこれで、はい、ポテトこんな感じで出てくるんだね。ねえ、かわいいね。ねえ、お正月、おしること、え、今日お正月、揚げたこ焼き、1月おしるこよね、これ。あ、白玉ぜんざい、白玉ぜんざいと2月豆まきだ、たこ焼き。 よし、食べましょう。いや、別にいいんじゃない、両方あれ。あ、たこ焼きも美味しい。うん、よかった。これなんか赤いやつ着たやつ、ね、うん、赤い色ね、なんか着た。え、赤い色何の、ね、赤色、紅生姜。紅生姜嫌い。いい、おいしい、食べようかな。ちゃんと揚げとるわ。うん、はい、手出して。僕もらったよ、かつお節。たこ焼きのかつお節もらっとった。どれ食べようかな。僕、母ちゃんにありがとうって言わんと。ありがとう。かつお節、お家帰ってからやってあげるか。じゃあ、もんじゃこれ、この上に食べようかな。
ゴリュー。ゲモミジくん。前回の。ゴートモミジ。